陳波先は南朝鎮の初代皇帝。両上の君子の古事で有名な英船鎮士の鎮職の末裔にあたる。身長は七百五寸。日、隅龍眼で手を伸ばせば膝を過ぎた。呉れ軍長条件の人。祖先は大々英船軍に今日構えていたが、精神末期の栄家の乱の際に南戦。東進の緩和年間の土段により、正式に長条件が 本籍地となる。南朝張りの軍人として活躍し、大西元年に、公衆で反乱を起こした理紛を打って、頭角を表した。法慶が反乱を起こした時も、大相弁と協力して受けたわり、西元年に、これを打っている。これらの功績から進む北将軍に認じられた。昭生三年に、元帝が正義とその区靴の交流の軍により、殺害されると、鎮破先は、 大葬弁と共に、高師帝、小方、佐都氏を擁立する。だが、その後北西により、貧帝、小延命が皇帝として送り込まれると、瓶味角を支持する大葬弁と対立し、結局天聖元年には、大葬弁を打って、瓶味角を廃止、自らは高市見角を擁して、実権を掌握した。さらにその後、南下してきた北西の大軍を打ち破るなどして、 確実に実力と人望をつけた陳波先は、太平二年に、美務門に禅状を迫り、南朝鎮を開いた。高市帝は、同年のうちに殺害されている。長即位後は、自らが打った大葬弁の残党の犯行に苦しみ、この鎮圧に追われて、国政を盤弱なものとすることなく、生涯を終えた。陳波先は、鎮職の四男の鎮人の末裔であり、 陳食の長男の陳治むの家系である、三国時代の陳軍、陳康氏とは別の系統。南首代級には、その本寺院民、自雲館太子宮長誠の後なりとあり、陳派先は関門出身で陳食の末裔を自称しているものと断じられている。ありがとうございます。